こんにちは。時間の鬼まむしこと沢茂美です。あなたが最も大切なものは時間です。時間を大切に使うためには効果的効率的に成果を出さなくてはいけません。そうですね。効果的とはより多くの成果を得ること、より高い成果を得ること。効率的というのはある成果に対してより少ない資源の投下によりそれを実行すること。さて、あなたは大切な時間を成果を手に入れるために使ってますね。じゃあいかに効率よく成果を手にするのか、ここに難しい式が書いてますね。まあこれは正規分布、宇宙を支配する法則のうちの一つと私は考えていますが、ありとあらゆるものはこの正規分布に何回も何回も何回もやっていくと近づいていきます。ね、この式は難しいので消しちゃいます。今日はちょっと正規分布のお話ですが、正規分布っていうのはなんかこんなようなベルみたいな形をしてます。なんかこんなの見たことありますかね。つまりなんか100人人がいたら、ね、一番悪い人はここにいたけど、まあ、2番目の人はこの辺にいて、こうなんかボス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 って100個点を書いていったら、まあ、多くの人は大体この真ん中のね、この平均のところにいますと。でたまにもうすごい人が1人くらいこうとんでもない高いところにいたりすると。で要は同じゲームを何回も何回もやった時に、まあ、大体こういう分布になりますよって、これが正規分布です。この正規分布には2つしか変数がありません。つまり平均値、まあ、平均値のミューと、バリアンスですけど、まあ、シグマ、事情でねさっき書いてたやつですけど、あれ分散ですけど、つまりこの分散が多いと、まあ、例えば、まあ、こんな正規分布になって、まあ、成功する人も失敗する人も、まあ、要はいろんな人がいますよっていうのは分散が大きいってことですね。で平均っていうのはもうこのみんなのその足したその割った足して人数で割った平均値はここですよっていう。で分散が小さければ例えばこんな正規分布になったりします。これがなんで時間を効率的に使うことになるかっていうと、あなたがやっているその成果を手に入れるためのそのゲームはどういう問題ですかっていう、もう全てのありとあらゆることはもうゲームなんです。そのゲームに対してどういう成果を出すか。ここにいる人すごい高い成果出してますよね。100人中1番の成果を出してます。こっちは100人中100番のこう悪い成果を出しますね。だからよりこっちの人に入りたいわけですよ。高い成果を出すということは、それが少ない努力で、まあ、例えば時間とかお金とか、ね、少ない努力、つまり自分が払うコストでよりこっちのものが取れたらいいですよね。少ない労力、コスト、時間、お金でより高い成果が得られる。こっちに入りたいですか？こっちに入りたいですか？そうです、こっちに入りたいですね。こっちは高い成果なわけですね。こっちは低い成果。じゃあ世の中のことは全てこの正規分布になると、さっき言いましたけれども、ね、無限回やればこの形になるんです。じゃあこのゲームをやってる時により少ない努力でこっち側に入るって一体どういうことだと思いますか？それはですね、まあじゃあちょっと一つ例を出しましょう。そうですね、まあ好きな人がいるかもしれないですけど、例えばパチンコはここにゼロが来るようなゲームになってます。つまりまあこっちの方にいるなんか上位10人くらいの人はまあ儲けてます。この人はゼロより上なんで儲けてる人ですね、パチンコで。でもこっちよりこっちの人は無限回やってると、まあやっぱもう負けてるわけですね。つまりゼロより低い、だから100万円使ってまあ50万円くらいしか得てない人はなんかこの辺にいると。100万円使って全然1円も得てない人はこの辺にいて、まあそういう人はあんまいないですけど、でそれが無限回やっていくと、まあある人はここになる、ある人はここになる、ある人はここになる。
で、まあ、こっちが、まあ、80人は0より下の人で、まあ、20人は0より上、つまり勝ってる人だとします。じゃあ、多くの人、つまり全体の50番目、平均の人はここなんですよね。この人は全然努力してない。まあまあ、普通に努力してる人だと思います。で、こっちは全然努力してない。で、こっちめっちゃ努力してる人。で、この人はもうすんげえ努力してる人。そうですね。すんげえ努力してるからこっちに行くわけです。はい。普通の人から見て、こんだけ努力して、ようやく勝てるゲーム。まあまあ、ここでも勝ってるかもしれないですけど。で、普通の努力じゃ勝てないゲーム。で、普通の努力よりも努力しない人はもっと負ける。ね、こっちの人はもっと負ける。まあ、運が悪いだけかもしれません。でも、ゲーム全体としてはこうなってます。つまり、ゼロが平均値、その儲けた儲けないのゼロが、もう、成果を出す出さないのゼロのところが、こっちにあるゲームっていうのは、すごい努力をしないと勝てないゲームなんです。じゃあ逆に、その前に、宝くじはちなみにね、この辺にゼロがあるんですよ。何万回もやっていったら、ここにいる、まあ、たった一人とか、本当は100人に1人ももっと低いですけど、その人は勝てる。ね、一回大当たりやる。でも多くの人はたとえ10万円当たろうとずっと勝ってたら必ずどんどん損していきますんで、まあ、99の人はこっち側に入って負けるわけですね。で、これはもう分かってます、確率的に。だから宝くじはここにゼロがあるゲームなんですよ、ね、さっきのパチンコよりも圧倒的に分が悪いですね。じゃあこっち側にあるゲームってまあ何なのかっていうと、まあ例えば不動産投資とか、まあ、不動産投資、まあ、どこにゼロがあるかもしれませんけど、まあ、確実にこの辺です。なぜならば、まあ、例えば1億円の物件を、本来1億円の価値しかないのに2億円で買ってしまった人は多分この辺にいますね。まあ、ちょっともう勝てないのかもしれない。でも、普通にやってる人っていうのは、儲ける値段設定にしますから、何にも努力のしてない、この辺の人。この辺の人っていうのは、真ん中の人よりも努力してない人ですよね。真ん中より努力してないこの辺の人はほとんど努力してないのに、まあ損益分岐点を超えてなんとか儲けてるというようなゲーム。じゃあ普通の人よりももっと頑張ったらすごい勝ちますよね。さっきのパチンコと同じだけ努力したとしたらこの人めっちゃ勝ってますよね。つまり努力しないでもゼロがここにあれば勝てるゲームを遊んでいるのか、めっちゃ努力しなきゃいけないゲームをやってそこで稼いでるのか、まあ、稼ぐって言いましたけどこれは成果のね代償だとします、ね、あなたはどちらのゲームで人生を遊びたいですか。つまり今自分がやっているゲームの平均点、まあ、つまり損益分岐点ゼロが来る、こっちはプラスこっちはマイナス、ゼロが来る点がどこなのか、つまり平均値に対してどこなのかっていうのが最も大切なんです。もっと言うと、ここのこっち側はダメでこっち側はいいんですよね。じゃあこれを分けるゲームのルールっていうのは何ですかっていうと、ここポイントです。でも正解言っちゃいますね。こっち側のゲームっていうのは他人が作ったルールで遊んでるゲームです。他人、こっちは自分が作ったルールで遊んでいるゲームです。そりゃそうですよね。他人が作ったルールってことは、その作った他人がちょっと儲けたり手数料を取ったりそういったことが含まれてますので、まあ半々で勝つとしても、まあ、必ずその手数料の分だけ平均値はこっちに行きますよね。その代表例は半丁博打。半丁博打っていうのは奇数が出たら出るか偶数が出るかをこうかけるゲームですけど、あれ1と1が出た時はピンゾロのゾロ目ってことで親の総取り、つまり11が出た時は誰も勝てないんですね。親しか、親はそれを諸場代としてもらうわけです。ということはその諸場代の分だけその2分の1で勝つ負けるかのようなゲームに見えてこっちに行ってるわけです。手数料が入っているものは、まあ、大体こっち側に行きます。競馬、競輪、パチンコ、麻雀、ギャンブルと呼ばれるものは、胴元がいますので、必ずこっちになります。平均より。
まあ、その度合いはまあそのゲームによって違いますけどね。あなたこっち側のゲームしたいですか、それとも自分で作ったルールでゲームしたいですか。これによって人生の一番大切な時間の使い方、時間の使った結果得られる成果の効率、これが変わります。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。